こんにちは。今日は雑談みたいな感じになるんですが、今年の目標的な感じで、まあダラダラと喋っていこうと思います。なんでこれを撮ろうかなって思ったかっていうと、前回1月の使い切りコスメの最後に、まあ今年の使い切りの数の目標を出したんですけど、それをちょっとこう考え直して、もうちょっと数を増やそうかなと思って、で前回話した時には、まあ簡単に現品とかパックサンプル、あとは洗顔とクレンジングで分けたんですけど、その現品の中にコットンと、コットン、あとはまあコンタクト系、カラコンとかノーマルのも含めを含まない、現品として扱うのがまあスキンケアとバスケアだけにしようかなと思って、なのでまあ美容液、化粧水、乳液、クリーム、あとはまあシャンプー、トリートメント、スクラブにしようかなって。入浴剤もね、ちょっとこうスキンケアに入るのかな、でもちょっとこう使い切った感としてはとか、あと乾燥とか述べるにしてはちょっと難しいかなと思うので、それに絞って現品の使い切りとして、それの使い切りの数を2024年は現品40個にしようと思います。やっぱシャンプー、トリートメントとかそういうものも含めたら、もうちょっと30個よりも多くなるかな、ちょっとわからないけど、目標は目標なので、とりあえず40個にしようと思います。そして次にパックなんですけど、パックも10個って目標掲げたんですけど、よくよく考えたら、まあパックも単品のパック7枚入り、まあ30枚入りとかね、32枚入りとかあると思うんですけど、いろいろあるのでパックをちょっと2つに分けて、単品のパックを、単品の1枚入りのパックを、年間で30枚とりあえず使い切ろうと目標にしました。で、7枚以上入っているパックの袋のものに関しては、まあ、大容量タイプ、あとはサボリーノみたいなケースタイプみたいなもの、あれに関しては、10袋にしようと思います。で、拭き取りのパッドとかをね、どうしようかなと思ったんですけど、拭き取りパッドはまあパックとして私は使ってないので、それはね現品の方に含めようと思います。で、次にサンプルなんですけど、サンプルも結構ね、1ヶ月数としてはね使ってるんですよね。だから100個で目標にしたんですけど、なんか100個意外とすぐ行くんじゃないかなと思って、なのでサンプルの目標は一応200個、ちょっと少なめかもしれないんですけど200個にしました。で、パウチタイプ、まあ、ボトルタイプ、あとはシャンプー、トリートメントは2つね、そのシャントリー2つで1セットなので、まあそれは1個っていう形で考えていこうと思います。で、まあもしかしてちょっとね、全部が全部調べて統計取ってるわけではないので、もしかしてまあミニサイズもね、こう限定で売り出されることがあるかもしれないんですけど、まあ一応そのまあ通常現品として買えるサイズじゃないものを全部サンプルとして数えようと思います。なのでサンプルは200個
頑張って使い切ろうと思います。で、洗顔とクレンジング系はまあサンプル品は全部サンプルに含めて、洗顔クレンジングの原品ですね、それは両方合わせて年間10個、これは変わらず10個にしときたいと思います。多分全般、そうですね、多分ね、冬の間がね、あんまりクレンジング使わなかったりもするから、ちょっとね、事情があってあんまり化粧してない時も多いので、洗顔クレンジングは今年は10個使い切りにしたいと思います。で、そういうわけで、今年の使い切り目標の個数のちょっと変更、目標変更をしたいと思います。なので1月に使った分は、2月の使い切りの時にちょっと1月と2月合計で出そうかな。あ、それか、今ここに1月使い切った数をちょっと出しておきますね。で、2月からは2月の使い切りコスメの最後に統計を載せていこうと思います。で、次の話題なんですけど、まあ私もこの動画の方はね、まあなんで始めたかというと、まあ自分がね、こういう風にスキンケアだったりコスメだったり、こうバカ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 買って、まあ多分古いであろうものからこうどんどん使ったりはしてたんですけど、結局いつ買ったか覚えてないとか、新しいものと古いものがごっちゃになってたりとかっていうのがあって、なんかこう自分で買ったものをちゃんとこう整理するというか管理するみたいな目的プラス、まあこんなもの買ってるよみたいな、まあなんだろうな、なんで始めたんだろう、そんな感じで、まあ軽く自分の趣味というか、なんだろうね、ただの在庫管理みたいな目的で始めたんですけど、まあちょこちょこと登録してみてくださってる方が地味に増えてて、気づいたらなんか200人ぐらい超えていたので、とてもありがたいことです。ただまあ私は他の方たちと比べて別にいろんなレビューをしてるとかいうわけではないので、本当にメインとしてはただ買ったものを紹介するのと、こんなコスメ、こんなスキンケア使い切ってますぐらいな感じなので、まあ内容的にはね、そんなに面白いものではないと思うんですが、まあ見ていただけてありがとうございます。編集とかもね、そんなに凝ってるわけではないので、大変申し訳ないなと思っております。で、最近のことといったら、そう、ありがたいことにいろいろコメントとかで、こういうもの見たいですとか、ちょっとリクエストというかコメントでいただいたものだと、あのスキンケアの方の収納とか、あとはまあ一応スタメンコスメ、去年からこう3ヶ月ごとに、スタメンコスメを使うというか選んで使うようにしてたんですけど、それの中のお気に入りを紹介していただきたいっていうコメントもあったりとかで、まあちょっとこういろいろネタが増えてきてとてもありがたいんですが、今ちょうどこの今撮影してるのはちょっと2月末なんですけど、ちょっとまあプライベートで仕事を辞めることになって、まあ今1月からは年休を消化しながら月10日ぐらいかな出勤して、あとは年休消化をしながらっていう感じなので、もうほぼね化粧をするしてないんですよね、月の半分ぐらい。もう家ですっぴんで日焼け止めだけっていう生活だから、全然ね化粧もできてないけど、だからね使い切りもね化粧品が全然ね減らないんですよね。スキンケアばっかり
一応やってるけど、スキンケアも家にいるとサボりがちなので、まあ4月からはね、もう3月で今のとこ辞めて、4月からもう次の職場が決まってるので、そこからはまた毎日しばらく日勤が続くので、また同じ看護師業務をやるんですけど、また毎日化粧して通えるから、ちょっとそこは今楽しみなところですが、3月まではね、もう本当に何もしないからな。本当20年近く、あ、そうそう、私2月でもう45になっちゃったので、20年以上勤めてきた職場をバッサリ辞めて新しいことに挑戦するので、まあ楽しみですよね。今まで慣れたところでやるのもいいんですけど、もう転職活動がすごく楽しくて、でさらに今年休消化で休みが多いから、まあドラッグストアに行ったりドンキに行ったりイオンに行ったりとフラ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 してるので、もう買い物ばっかりしちゃってるけど、そこをちょっとグッと抑えつつ、ちゃんと買った分消費もしないといけないのでね、使い切りを頑張っていきたいなっていうのと、あとはまあ今年いただいたリクエストというかコメントでいただいたあのものはなんとか動画にしていきたいとは思ってるんですけど、4月からちょっとね、そういうわけで仕事が変わる、職場が変わるので、まあちょっとうまく撮影する時間が取れるかどうかわからないんですけど、ちょっとずつ片付けて撮影動画を撮って見てみたいという方に、ご紹介できればなとは思っているので、とりあえずまあ暇な時にまあ流しながらね、こんなもの買いましたっていうのをダラダラ聞きながら見ていただければいいかなと思います。というわけで今回は本当ただの雑談というか、あのもう使い切り目標の変更を伝えたかっただけなんですけど、ご視聴いただいてありがとうございます。ではまた次からは、次は2月の定期便からですね、動画を上げていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。